今日ついに性別が分かります。ドキドキ。頭に16週の時に検診行った時には分かんなかったんで、今日は分かるやろなって思ってたんですけど、ついに分かっちゃいました。なのでこちらのじゃーん、ジェンダーリビールケーキを作っていきたいと思います。こちらが今回買い揃えたものです。これとこれは業務用スーパーで買いました。さーてさてさてさて作っていくよ。これでね、ケーキを作ってこれを刺してね、ボーイオアガーみたいな感じで、あ、もう殺せるか、じゃん。そう、これ見せるの忘れてました。女の子だったら中からこれが出てきます、アポロ。男の子だったらこっちが出てきます、コーヒービート。カパッてケーキを開けたらポロッと出てくる。さーてみんなどっちでしょう。マラカスにもなりますよ。じゃあ早速作っていきます。レッツゴー。じゃあこれにね、いきます。すごいよねこれ、業務用スーパーで買ったやつ。すごい、見てこんなんになってるよ。切るよね。半分に切ってた。ちっちゃい、ちっちゃいかな。これで型取りするの。うますぎる。では切っていきます。え、これさ、このままピュッていけば、めっちゃあれじゃない。しょこいや、ほらこれ見ね、ほらすごっ。一人でいい。どのくらい、ね、あ、いちごをね切っていこうかな。ちなみにいちごだから女の子とか関係ないですよ。これは間に挟むやつなので、マジ適当に。高さ増したいがための、うんにょーん。ほら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 、高さ出たじゃん。もうこれでいちごなしでいこうか。こんな感じで空洞になっておりますので、ここに性別のやつ入れます。さあ、これはみんなふみちーとが開けるときとお楽しみのタイミングまで秘密でございます。じゃあここからは一旦止めますね。さあ最後まで見ていってね、お楽しみに。はい、蓋できました。とりあえず一旦こんな感じにして、やっぱ業務用の買ってよかった。なんかスーパーでさ売ってるやつってさ、マジで容量少ないのに高いしさ。ちょっとさ、でかすぎた。でかない。何人分、これ何号、一体何号のケーキですかこれは。まあ中空洞なんでね。よし、え、おしゃれ。いいんじゃない、飾り付けがいっちゃん楽しみやわ。ボーイオアガール、左が男。最近のこれさ、お、めっちゃちっちゃなった。昔倍ぐらいでかかったのに、びっくりするぐらいちっちゃなるやん。ちっちゃくない？ボーイが左やったね。かわいい。
出します。生首みたいな、支えるためにイチゴ、ちょっと入れすぎましたね。かわいいぞ。かわいくない？こっちとこっちを前に、うん、これさ、ここに置いたら見えんよね。こっちにするか。できたよ。じゃんじゃじゃーん。え、上出来じゃない？え、かわいくない？どう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 ？おーい、オアガール。ではこちら完成いたしましたので、みくんの帰りを待ちたいと思います。完成。はい、一個忘れてました。じゃあふみくんにこのケーキジェンダーリビューするときに、このね、あの今日検診でもらった写真をつけてお手紙を書きたいと思います。コンビニで今日のこの写真をコピーしてきたので貼り付けたいと思います。これ私のね、母子手帳ケースなの。めっちゃ可愛くない？性別が分かるように妹の写真を写してくれたんですよ。やっぱね、本当に私つわりきつかったからさ、もう本当に助けてもらったのよね、つわりの木さん。その感謝を込めてお手紙に書きたいと思います。こんな感じで、性別が分かってから読んでね。できた。ミクへウェルカムベイビーちゃん。これでふみくんをお出迎えし、ただいま。ちぃどうやった？どう？どうやった？気にドキドキ？めっちゃ気になっとって。こちらへ。おぉ、白白ってことはどっち？はい、ね、じゃあ飲みて。これ中古って上手？すごいわ、ガールすごっ。上手？手が細かい。ウェルカムベイビーちゃん、いつも本当にありがとう。これお手紙やから、性別が分かってから読んでね。あ、じゃあ書いてある。待って待って、切ったら、切ったら女の子やったらアポロが出てきて、男の子やったらこのコーヒービートが出てきます。もう俺もすぐ開けたい。もうすぐ開けたい。ちょっと待ってね、包丁を準備してくるので、まあ、両親気持ちいい。そう、あのね、もちろんどっちでもいいですもん、うん、男の子でも女の子でもめちゃくちゃ嬉しいし、うんうん、とにかくかなちぃとの子供がめちゃくちゃ嬉しいな、子供、うん、もうどっちかなっていうことはずっと気になっとったし、嬉しいよね。聞いた時から泣きそうで泣きそうで、なんか、うん、もう実感というかさ、希望は女の子ですね。たださ、俺結構勘ぐるタイプやっけんさ、うんうん、男の子じゃないかなっていう俺の予想。いいですか？待って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 、では今からやっていきます。あの手元はこちらへ取ります。はい、ではチーン。どう？緊張する？めっちゃ緊張する。緊張する。もう早く切りたがきます。いいかな。でもこれさ、パッカーンってさ、うん、切り方的にはこう三角に切って、うん、シュッて取る感じ、うん、そしたらボロボロって出てくるイメージ。じゃあちょっとこのかわいいチョコプレートを一回避けます、うん、あ、ちなみに間にさ、かさ増しするためにさ、いちご挟んでるけど、うんうん、あのいちごは関係ないんで。あ、分かった。このアポロアポロかビーンズ、あのコーヒーなんで。オッケー、コーヒーね。では、ついにオープン。
で？あ、情報も泣きそう。まだ見てないよ、俺はまだ見てない。本当に見てない、本当に見てない。泣きそうやち、どうしよう。くっ！え？何言ってんの？あ、そう、それが。女の子？女の子！すごい。ちょっと見えない、あれポロポロもっと出てきてほしかったけど、ね、でも伝わる、伝わった、見たことわかる、伝わった、すごい人たち、うそうなんや、そうです、え、そんなもう確定なぐらい、うん、もうこれドッキリでしたとかないよね、違う、なんか80%ぐらいですかね、でもちょっといやもうほぼ確実だと思います、なんかめっちゃ帰り道からさめっちゃ泣きそうやってさ我慢してて嬉しい女の子やった、うん、言葉が出らんな、どう、嬉しい、めちゃくちゃ頑張ろうな、絶対守っていこう、じゃあこれを、うん、ちーちゃんにこれを、うん、はい、どうぞ、はい、ありがとうございます、お股の写真です、これわかる、足、え、これ、これ左足をね、M 字になってるの、あ、これまた開けとんしょったよ、もう完全に開けとんしょったよ、これね、ありがとう、ありがとう、改めてありがとう、本当にいや、もうありがとう、こうやっていつもさ、うん、伝えてくれるかなちゃんがもうめっちゃ大好き、ありがとうね、うん、ね、めっちゃ感動、なんかさ、うん、あの、めちゃくちゃ嬉しいっていう気持ちでいっぱい、うん、それ以上の言葉がなんか出てこない、カナ、うん、もなんかほんま感動すぎて、うん、ね、ずっと知りたかったもんね、うん、なんか12週目ぐらいから性別だ性別だとか言ってきてさ、わかるかそんな早くってずっと言ってて、マメぐらいの頃から気にしてた、でもさ上手じゃない、いや上手、そう俺さもう気になって気になってデザイン見てなかった全然あの昔のさ自分でバレンタインが成長したよ、だいぶ違うすごいかなちゃん、今こう改めて見たらあの時に学んでシンプルイズベストうまい、嬉しい、食べたい、さらにね、食べ、ちょっと食べようか、せっかくやしね、ちょっとお腹結構出てきた、わからん、今日ね、ワンピースやだからね、ちょっとほら、わかる、ぽっこりなってるね、ね、結構、ほら、結構、だってこうやもん、ほら、いただきます、性別分かったらね、具体的に考えやすいよね、ほんと、これで名前もなんか、保健師受けながら、うん、性別は性別はみたいな気になってしまう、うん、先生が褒めとって、うん、なるほどですね、みたいな、うん、どっちがいいですかって言われて、うん、私女の子がいいんですって言ったらさ、うん、そうですね、じゃあ神に祈りましょうとか言ってさ、大きくないから全然神様を見ています、神様に祈っていたら必ず大丈夫です、うん、で、終わりやってるの、うん、どっちみたいな感じやってさ、でも確かに、で後で説明しますねって言われてこの写真見せてくれて、うん、説明します、これはこうなってるんで、うん、女の子ですって言われて、みたいな、めっちゃ叫んだ、マジですかめっちゃ嬉しい、タナチに見たら絶対可愛いな、道に似た女の方どうしよういいよ、受け入れてやれよ、愛せないの、女の子で頭でかいかわいそう、頭ばっか基準にすんなちょっとさキリッとした目でさ全部ダメみたいに言うやん、 B ひどいで、かなり似た男の子もかわいい、かなり似た女の子もかわいいあん後で覚えとって、ね、確かにもうまだ言うかお前はおじいまあでもかなちゃんに似てた方がいいね、確かにそれは認めますほらめっちゃ入ってるやろ、あ、切り込み浅かったのかな、ね、ほら結構ガッチュリ入れましたということで女の子でした、頑張ろうね、一生二人で守り抜いていこうね、この子、うん、頑張ろう、うん、これからもね、楽しい動画をお届けできるように頑張りますってことで、せーの、じゃあ、そいじねー、ほなねー、頑張りまーす、バイバーイ、コメント待ってるよ、ありがとねー、ありがとねー。